二段階右折。二段階右折とは、道路の交差点で、左側通行の国において右折する場合に、交差点の側端、交差点の輪郭に沿って曲がることを言う。右側通行の国において左折する場合に、同様の行為により曲がることは二段階左折と言い、どちらの場合も含めて、フックターン、鍵曲がりとも言う。左側通行の場合で十字路交差点の場合においては、 交差点の左手前隅から左奥隅まで直進し、左奥隅で直角に右に曲がり、さらに左奥隅から右奥隅に直進することとなる。主に世界各国の自転車を含む軽車両について多くの国では二段階右折、右側通行の国では二段階左折になるが義務、続けられている。軽車両以外の車両に二段階右折、二段階左折、 含むを適用している例としては、日本、原動機付自転車、台湾、二輪車、オーストラリアビクトリア州メルボルン、自動車すべてなどある。日本では、1920年、大正9年に施行された、大正9年内務省令第45号第7条、第2項に、牛、馬、諸車等道路交差の場所にお手右折、セムとするとき波道路を横切れで至る豪雨法に、 点無基礎へしと規定されており、二段階右折が全車両に適用されていた。しかし、1947年、昭和22年に施行された昭和22年法律第130号においては、シャバは右折しようとするときは交差点の中心の外側をかえって徐行しなければならない。と規定しており、二段階右折の規定はなくなり、すべての車両は 中心外回りとなった。九百六十年、昭和三十五年に施行された道路交通法では、同法第三十四条第三項の規定により、軽車両及び第一種原動機付自転車はすべての交差点で二段階右折を義務付けられ、九百六十四年、昭和三十九年の道路交通法改正によって、同項の規定から第一種原動機付自転車が削除され、 第一種原動機付自転車は2段階右折の対象外となり、それ以降系車両のみが全ての交差点で2段階右折することを義務付けられている。1986年、昭和61年に施行されたによる道路交通法の改正により原動機付自転車の保護を図るため、原動機付自転車についても多通交代道路等において2段階折りが義務付けられた。 二段階右折の条件に該当する交差点を、原動機付自転車が小回り右折した場合、すべての自動車、自動二輪車含む及び二段階右折の条件に、該当しない交差点で原動機付自転車が二段階、右折を行った場合は、交差点右折方法違反として、道路交通法における、反則行為となる。軽車両が小回り右折をした場合は、 道路交通法第34条第3項違反となる。交通整理の行われている交差点において2段階右折する場合には、いずれの車両も交差点左をくすみで直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が 赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。自転車を含む軽車両は交差点で右折する場合、道路交通法第34条第3項で以下のように規定されており、右折する際は原則として2段階右折を行わなければならない。ただし、警察官による交通整理が行われている場合は、法6条2項の 第3章第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができるにより警察官による交通整理が優先される交通整理の行われていない交差点において2段階右折する場合には自動車等の2段階右折によらない通常の右折方法と同様にその交差点において直進 または左折する他の車両等の進む妨害をしてはならない。二段階右折の場合には鍵曲がりとなるため、反対方向から直進、左折する車両等だけでなく、二段階右折車両が右折をする前に後方から直進、左折してく車両等についても進行妨害してはならない。交通整理が行われている交差点では、 自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通り、自転車横断帯が設置されていない場合は、交差点の側端に沿って通行し、前方の信号機の検事に従って通行しなければならない。道路外に出るために右折する場合も、自転車を含む軽車両は道路と直角に横断して出入りすることとなる。限動機付け自転車は、交差点で右折する場合、 道路交通法第34条第5項により、以下の通り規定されている。交通整理が行われている以下の条件に該当する、交差点では、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に、より、かつ、交差点の側端に沿いつて徐行しなければならない、2段階、右折と規定されている。右折する前の信号機において、青色の右の矢印があったとしても、同様に、 右に曲がった後の前方の信号機等が青になるまで待って進行しなければならない。なお、道路外に出るために右折する場合、原動機き付け自転車は自動車と同様に、右折方法の道路標識や通行帯の数に、かかわらず、あらかじめ道路の中央、または右側端によって右折することとる。具体的な例として、図3の場合は、 進行している道路の片側に3以上の通行帯があるため多通行帯道路であり図2の標識が設置されていない限り図3中の赤線のようにあらかじめ道路の左端この場合道路交通法第35条第1項にある進行方向別通行区分の規定は道交の正し書きにより除外されるにより右の方向指示器を出して交点の側端に沿って直進するなお 右折をする前の2段階右折による右折方法を行う。現動着付自転車は直進する車両とみなされ、青色の灯火の矢印が表示されている場合は、直進の表示ができる場合のみ進行できる。交差点左す隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。なお、 交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色であっても進行できるとする規則は2段階右折による右折方法を行う原動機付け自転車には適用されない。一方、図4の場合は図2の標識原動機付け自転車の右折方法、小回りが設置されているため多通交代道路ではあるが2段階右折ではなく小回り右折をしなければならない。 交通整理の行われていない交差点における右折は、通行帯の数に関わらず小回り右折となる。オーストラリアビクトリア州メルボルンでは、路面電車が中央を走っている道路で、小回り右折をした場合に接触事故が起こりやすい。ことから、主にメルボルンの中心業務地区にある19の左辺で右折する場合は、すべての車両が2段階右折。 フックターンにより右折することが義務付けられており、ライト、ターンフロムレフトオンリーの標識が設置されている。南オーストラリア州アデレードでは、バスが一部の交差点で2段階右折をすることが許可、されている。台湾、中華民国では、二輪車、250cc を超えない二輪車、及び、非動力車は標識により指定されている場合、 右左折する際は二段階の方法による右左折を行わなければならない。内側車線が二輪車通行禁止または標識により二段階、左折が定められている場合は二段階左折をしなければならず、一方通行の道路で三車線以上の場合は最も右側の車線、最も左側の車線または外側車線、満車道を通行している場合は二段階左折または二段階。 右折をしなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。